Hello， 大家好，我是星夜。那么今天呢，我给各位带来是《公主连接许大夫》这个角色剧情。那我们这次一样先带来的是这个静华的这个角色。那我们今天带来静华这个角色第四到六章的剧情。那也希望各位可以开心的去看。那之后，如上次的之前有做过一次一到三章的。我的那个网址我会把它放在说明栏的部分，各位也可以去看，先看看一到三章的剧情。那看过的朋友们应该都知道，就是我之后也打算继续做这种就是剧情向的影片。那像 Shadowverse 啊，就是暗影四章部分，我可能也会做一些剧情相关的影片。好，那简单的说就是这样。那如果你喜欢我的影片的话，别忘了按下订阅，因为旁边有个小铃铛。那谢谢接受我最新消息，我是星夜，我们一起把音乐听完，然后准备进到我们的剧情部分咯。久しぶり。元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。あたしがあんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。うん？何よその心配そうな顔。信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。まったく、どうしてこんなに宿題を溜め込んでいるんですか。もういつも後回しにしているからこんな目に遭うんですよ。今日が何の日か忘れたんですか。せっかくあなたと一緒に遊ぶ約束をしてたのに、こんなに宿題があるんじゃお出かけできないじゃないですか。まあ今怒ったところで宿題がなくなるわけではありません。ともかく今日はまだ終わっていません。すぐに宿題を片付けて遊びに行きますよ。見ていてあげますから頑張ってください。どうですか？宿題終わりそうですか？本気で言ってるんですか？私に高校生の問題が解けるわけないじゃないですか。まったく、少しは考えてものを言ってください。でもそうですね、宿題は手伝いませんが、それ以外のことなら宿題に集中できるように私がお世話してあげます。とりあえずはそうですね、飲み物を持ってきてあげます。コップをお借りしますね。お待たせしました。お水を持ってきましたよ。他にしてほしいことはありませんか？宿題を終わらせるためなら何でもしてあげますよ。頭を撫でてほしいだなんて、あなたは子供ですね。ですが、
集中するために必要なら断るわけにいきません。なでなで。勉強頑張ってくださいね。どうですか、これで集中できそうですか。うん、順調に進んでいるようですね。よかったです。他にもしてほしいことがあったら。あ、勘違いしないでくださいよ。別にあなたのためにお手伝いしてるわけではありません。早く終わらせてくれないと私も遊べないんです。本当にそれだけですから。だからお礼を言ってる暇があるなら早く問題を解いてください。まだ半分近く残っていますよ。まったく、あなたは私がついていないとダメダメさんですね。これで宿題は終わったみたいですね。お疲れ様です。でももう暗くなるので帰らないと。少しも遊べませんでした。もうあなたのせいですよ。何ですか、今日のお詫びに次のお休みは私のために開けてくれると。本当に一日ずっと一緒にいてくれるんですか。今回みたいなことになったら怒りますからね。だけど一日ずっとですか。そういうことなら許してあげます。次のお休み楽しみにしていますね。それじゃあまた今度遊びましょうね。宿題を小学生に手伝ってもらうなんて情けないわね。まったく。あ、今のはね、あんたと京花ちゃんの記憶のかけらをもとに私が作った夢なのよ。どう、懐かしかった。まあまだピンとこないわよね。あんたがもっと記憶のかけらを集めたらまた夢を見せてあげるわ。たくさんの女の子との夢を見ること、それが世界の真実にたどり着くことになるの。頑張ってね。それじゃまたね。あれ、ここは。そうです、あなたと待ち合わせをしていたらなんだか妙な光に包まれて。あなたは大丈夫でしたか。私はなんだかおかしな夢を見て。あなたも知らない部屋で勉強している夢を見た。私と同じ夢みたいですね。不思議なこともあるものです。立ったまま寝ていたんでしょうか。そんな場合じゃありません。あなたはどうして遅刻するんですか。まったく、夢の中と一緒であなたは私がついていないとダメダメさんなんですね。遅いです、待ち合わせの時間はとっくに過ぎていますよ。もうちゃんとしてください。せっかく二人で遊びに行くのに遅刻するなんて。あなたなんてもう知りません。ピクニックには私一人で行きます。ついてこないでください。私は一人でピクニックをすると決めたんです。あなたとは別行動です。魔物が出るかもしれない。平気ですよ、この辺りは安全度の高いセーフエリアなんです。魔物なんてそう簡単には会いません。分かったら一人にしてください。私を
ばったせいで。え、今のうちに攻撃ですか。でも私の魔力じゃ。あ、またあなたの剣が光って私の魔力が高まってきました。これなら戦えるかもしれません。コスモブルーフラッシュ。料理のフルコースですね。なんてものを注文するんですか。私本当にピーマンが大嫌いなんですよ。全部です。匂いが青臭いし、味が苦いし、食感が硬いし柔らかいし、名前が変だし、形が変だし、可愛くないし。鼻栓をすれば匂いが気にならない。よくこんなものを持っていましたね。わかりました、つけてみます。こうして鼻に挟んで、あ、匂いが気にならなくやばい人。
苦くなければ食べられるかも。それはそうですが、どうするんですか？はい、ピーマンケーキ一丁上がり。あ、確かにケーキにすれば甘いし可愛いし食べられるかも。でもこのケーキ、ショートケーキのトッピングがピーマンになっただけじゃないですか。普通にピーマンを食べるのと変わりませんよ。やっぱり私ピーマンは食べられません。もう帰ります。最近あの人見かけないな。いつもランドソルのこの辺に来れば会えるのに。別に会えなくてもいいんだけど、なんか寂しいな。ほんのちょっとだけど。あ、最近全然見かけないから心配。気になっていたんですよ。それになんだか格好がボロボロ。一体何をしていたんですか？え、伝説のピーマンを探していた？本でとっても美味しい伝説のピーマンを見つけて、火山の噴火口の中に取りに行っていた。伝説のピーマンナイトやピーマンゾンビ、ピーマンドラゴンが現れて大変だった。うん、もう私が子供だからって嘘は大概にしてください。そんな無茶苦茶でバカバカしいこと、いくらあなたの話でも信じられるわけないじゃないですか。まったく、いくらあなたの話でも、この人は記憶喪失で嘘なんてつけない。とっても真面目でとっても親切な人でした。ということは本当なんですか？これが伝説のピーマン？そんなことはいいんです。本当に火山の噴火口に行って魔物と戦ってきたんですか？バカ、もうバカバカバカ。本当にあなたはおバカさんです。こんなことは絶対二度としないでください。死んじゃったらどうするんですか？死んじゃったら…いえ、私のためを思ってしてくれたことですから。でも本当に危ないことはしないでくださいね。え、伝説のピーマンを食べてほしい？生でですか？美味しいから。それはそのちょっと、だって見た目が割と普通のピーマンっぽいし。そうですね、あなたがせっかく取ってきてくれたんですし、食べてみます。やっぱりすごく苦くて青臭い。普通のピーマンよりものすごくピーマンしてる。その、とっても美味しいです。あなたの気持ちとっても嬉しいです。ごちそうさまでした。もっと食べろって？いえ、でもそれはなんというか。きらめく願いは